世界に出現しようとした弾力怪獣バモラ。グリッドマンは危機一髪、それを阻止したのだ。うわ、ヒーローが怪獣をやっつけちゃった。 DCN ニュースがお伝えします。ここ桜ヶ丘で怪獣らしきものが目撃されたと噂されていますが、果たして噂は本当なのでしょうか。怪獣ってあなた、そんなもの本当にいるわけないでしょ。あの噂でしょ、見たって人は子供か酔っ払いでしょ。バカバカしい。しかし確かに目撃したと主張する人もいるのです。本当だよ、僕ヒーローも見たんだ。嘘じゃないったら。ヒーローがさ、怪獣を吸い戻したんだ。ビルロ叫ぶから。大地、なんでうちの子が。怪獣見たって騒いでる子って次長のお子さんだったんですか。いや、またバカなことを。よりによって何もうちの曲で続けちゃったけど、すっごくかっこよかった。もう一回電話するの。向こうで電話したら怒られる。ラブコールなんかするやつ叱られて当然だ。ごめんなさい。ゆうか、何やってんだ、行くぞ。ごめんなさい。じゃあ後でな。私すぐ行けるよ。何かあったら電話すっからな。電話なんか大嫌いだ。はい、ママ。わかりました。そうします、ママ。わかってるよ、ママ。どうせ僕にかかる電話、ママからの命令だけだ。電話か、面白い。うん、そうなんだ。店の壁をこう、ほんわかパステルカラーに塗り直したいんだよ、母ちゃんのために。うん。ピンクもいいね。いや、俺が塗るんだ。母ちゃんに愛を込めて。もしもし、あ、ペンキ屋さん。あ、申し訳ございません。今の注文忘れてくださいな。その時はまたよろしくお願いします。はい、どうも。ダメかい、母ちゃん。どこにそんなお金転がってるんですか。それより棚卸し手伝ってくださいね。いや、棚卸しよりも店のイメージがさ。世の中景気が悪いの誰のせいだと思ってるの。いや、ごめんなさい、あなたのせいじゃないわよね。そうだ、母ちゃん、営業に行こう。営業、今の時代は営業だ。店の中でくすぶってちゃいかん。いらっしゃい。へいらっしゃいはないだろ、父ちゃん。八百屋じゃないんだから。一平、母ちゃんと一緒に営業行ってくるから店番頼む。そう、大事なのは営業、店番はいらないの。もう、じゃあね。あいつ顔に似合わず論理的だな。誰に似たんだろう。さあ、母ちゃん、行こう行こう。はいはい、さあ行ってくるね。ラッキー、一度かけてみたかったんだ。ナオト、あんた約束したでしょ、留守番してくれるって。うちに泥棒なんか入りゃしないよ。何言ってんの。約束の時間に遅れちゃうんだよ。じゃあママとの約束は守らなくてもいいわけ。わかったよ。よし、晩ご飯の支度はしてあるからね。もしパパの帰りが遅いようだったら大地と二人で先に食べなさい。はい、じゃあね、行ってきます。大地のやつ、どこで道草食ってんだよ。留守番ならあいつで十分なのに。要領悪いな、直人。早く抜け出してこいよ。ねえ、知ってる？大地ちゃんがテレビに出たんだって。あいつが？なんで？ママからの電話なんかうんざりだ。電話なんか、あんなもん目障りだ。もっと怒れ、怒るのだ。その
の怒りで怪獣を作り出せ。火山怪獣ボルカド、背中にいくつもの噴火口を持つ。最強の武器は高熱の火山弾が粒手となって何もかも破壊し尽くす。私かな、暇してる？ねえ一緒に遊ぼう。塾があんの？僕今よ、テレビの取材終わっちゃったし。テレビ？あんたが？有名人と一緒に遊びたい？また大地のチビがほら吹いてる。本当だってば、誰も僕の言うこと信じないんだな。信じる信じないかは人を見て決めることにしてんの。もういいかい？まだだよ。もういいかい？もういいかい？まだだよ。火山怪獣ボルカドンよ。人間どもに教えてやれ、わしの力を。デジファーは電話局のコンピュータに火山怪獣ボルカドンを侵入させた。ペちゃんだよ。お兄ちゃん助けて。なんだかなかよ、忙しいんだか邪魔すんなよ。ドアが開かないの。ちょっと開かないでよ大地ったら。大地、おいカナ、どこにいるんだ。見せ場してんじゃねえのか。どうしたの？どうしたんだ、どこにいるんだ。大地の一緒に。カナちゃんに何があったの。店見てくる。
が来てるんだよ。なんだろそれだ。はい、アスケブレットは原料です。もしも、もしもし。次長。なんだ。あ、それがこれ。なんだこれ。いたずらですよ、いたずら。たちの悪い。いやー、ちょっと待って、なんだって。愚かな人間どもよ。俺様が人間世界を征服する日まで混乱に苦しむがよい。魔王カーンデジファ。なんだこりゃ。カナ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ダメだわ。ナオトたちにも消防署にもつながらない。どうなっちゃってんのこの電話。とにかくカナと大地を探す。ユカここにいてくれ。カナからまた電話がかかるかも。でも電話が変なのよ。いっぺん。カナ。大地。どこだ。どこにいんだよ。ジコールだ。あ、お前さん、はい、お前さん助けてください。どうしました、事件ですか。いや、友達が怪我をしたんですが、電話の混線がひどくて救急車呼べないんですよ。そりゃ大変だ。この小金村に任せなさい。さあ乗って案内願います。はい、乗っていいんですか。二人乗りは道路交通法第57条違反だ。いかんいかん。ナオト、大変なんだ。こっちもたった今 G コールが。え、行こう、急ぐんだ。俺はダメだ、カナと大地を探さなきゃ。え、カナちゃんと大地を。詳しいことは。あ、クリットマン。クリットマン出動だ。電話熱そうなんですよ。話は後だ。アクセスフラッシュ。
これ行く。カナ大地、おい、カナイ。こちら東京レスキュー、ただいま通報のあった2名無事救出いたしました。カナ、カナ、カナ、大地、大丈夫？分かる？お母さんよ。ゾッとしたぜ、一時はどうなるかって。でも俺たちだけじゃないぜ、みんながゾッとしたはずさ。カーンデジファーに電話を狙われただけで。でも電話って命とつながっているのね。ごめんなさい、いたずらに使って。いいんだよ、いいんだよ、持ってなさい。何言ってんの。いいかい、これからは危ないところで遊んじゃいかん。それと学校の帰りは道草なんかしちゃいかんぞ。もしもし、美穂ちゃん、大地って男じゃないんだよ、すぐ泣くしさ。あ、何言ってんの。大地、ま、聞いてないじゃないか。いい加減にしなさい。また始めたよ、お前と。私たちの世界に魔王カーンデジファーの悪意に満ちた挑戦状が叩きつけられた。次は一体どんなことが起きるのだろうか。I'm not afraid to die.
魔王カーン・デジファーの次のターゲットはコンピューターを搭載した最新式の自動車だ。ナオトの父総一郎を乗せた暴走自動車は桜ヶ丘の街を猛スピードで走り抜ける。グリッドマンは暴走自動車のコンピューター世界に入り込めるのだろうか。次回、電光超人グリッドマン暴走自動車、お楽しみに。